生きてくるさ。ヴィンセント、タクスだ。ヴィンセントついてきとったんやな。元タックスだもんな。ああこここそ、こここそデモンズウォールって感じの場所がするわ。デモン、デモンズウォール、デモンズゲートか。セブンはデモンズゲートやんな。でなんか普通に4とかがデモンズウォールやんな。12とかがまだ先は長いんかな。シンラの、シンラの神殿ちゃうわ、古代史の神殿。もうそろそろキュットシート合流とかもするんかな。ここかはまだ。そう、どこまで行ってんの。快晴の間。構造からしてこの遺跡は砦だ。散見される戦闘の痕跡。古代史の敵は誰だ。モンスターか。いや、愚かな人類だ。古代史の力を恐れ妬んだ人類が古代史を虐殺した。セフィロス。悲しむことはない。ただ星に帰るだけだ。あ、止めんか。また会える。ちゃんと反撃した。いくら敵といえどもな、子供の頃からの仲やもんな。エースからしたら。無事か。私の心配してる場合。一つ教えてくれ。ここは約束の地なのか。違う、きっと違う。そうか、違うか。すぐ信じるね。時々優しかったよね。もう死ぬみたいな言い方やんつんが。この台座が鍵だ。古代史でなければ反応しない。動かないで。社に報告だ。エアリス、見てくれ。読めるか。穏やかなる戦士たちよ、今一度己を見つめよ。刻みし轍は赤く染まり、そなたの糧とならん。夢夢怒りを忘れることなかれ。あそこに入れってことか。一人ずつ試練を受けるの。クラウドは
行かなくていいみたい。なんで？お、ずるい。俺はここで待つ。急いでくれ。行くしかねえならさっさと行くぜ。うん。そんじゃ後でな。おう。でなんでクラウドだけ行かんでいいんやろ。そんなことある？はぶらてんで一人だけ。どんなんなんやろ試練って。モンスター倒すとかじゃなかったらいいけどな。普通になんかファラオやん。これって試練のホールとか。ただの幻覚じゃないや。過去みたいなもんか。なんかそれぞれの過去を乗り越える的な試練か、これは。ここあのサンプルと戦ったとこじゃん。あのレッド13と出会って、捕まって、おとなしくしろ。おいおい、貴重なサンプルだ。丁寧に扱ってくれよ。まあとりあえず何をしたらいいんだ。だいぶ死んだ兵頑張ってるよな。さあ13番、こっちこれはいいんか、このままで。でもレッドサーティーンがなんで連れ去られたとかもあんまり深掘りされてなかったもんな。しっかり押さえてろよ。赤い体毛。希少種実験体。13番目の希少種実験体。そうだな。お前は今日から。レッドサーティーンだ。始めよう。いや自分的にはそれぞれの過去を乗り越える的なもんやと思ってんねんけどな。ニブレヘムやろ多分。ティファは、あ、魔法炉か。あ、違うわ、給水塔か。あ、若い時のティファ、若いというか子供の時の。
美しいな、やっぱ子供の時も。思い出の給水と。あ、クラウド。え、うん、一気にシーン飛びすぎやろ。そんな。待って。クラウド？何してるの？パパ？ああ、お父さん。ダメ。山はダメ。これ止めに行くんか？ああ、もう泣きそうになってるってパパ。ちゃうんか、これ熱いんか。熱いだけか。これ何？この扉。もうマコール。え、何ここ？あ、魔法炉に繋がってるわ。これニブル魔法炉やんな、あの時の。多分知らんけど。やんな。で、お父さんが死んでんねんな、これで。やっぱ今思ったらすごい格好してるよな。許さない、セフィロス、ソルジャー、マコーロ、シンラ、全部全部大嫌い。ユフィさ、ユフィの過去とかあんまり知らんよな。う、あ、インターグレード。あ、あれか、ソノンが死んだ時のやつか。どこここ、あ、鳴ったな、これ。どこに行ったらいいんやろ。ユフィ先輩、他人の家では猫かぶれだよ。ソノンや。ソノン先輩、今度こそ慎重に。無用な戦いは避けたい。先輩、やり残したことはないか。もう後戻りはできないぞ。そのニュース。地味に操作がやりにくいねんな、これな。これな、これな、スティック同じ方向倒してるままやとな、そのまま、あの、こうなんねん、こうなんねん。こうなんねん。そのテープブルー。負けないから。テープグラウンドのソルジャー。あれ、名前なんだっけ、ネロか。絶対
なんかヴィンセントの DLC で出てきそうやな。でヴィンセントの DLC 出ると信じてるわ僕。先輩。ソノ。君が迎えに来ないから僕が遊んであげてるんだ。ネロも撮りたかったけどな。なんかいいシーンがない。あ、ここいいやん。ここ あかんか。インターグレードも泣いたで、一人で。あ、若い頃のバルトや。バレットはどこまで戻るんだろう、過去。なんか右腕が赤く光ってんな。とりあえずコレルに来たっぽいけども、コレルかってことは。どう、バレット帰ったのか。どこに行くん？とりあえず村長、あれかな、やっぱ魔鋼爆発の魔鋼炉がある暮らしってのはいいもんだになるんか。お疲れ様。あんたの早く家に帰って。待ってるぜ。マリンとか読み出てくるんかな。あ、ミーナもしかして。おかえりなさい、ミーナや。どうしたの、変な顔して。ミーナ。いきなり何。いいよな、こういう旦那さんと奥さんの関係とかな。ほら疲れたでしょ、入って。まあこう、腕がもうない。ミーナ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 。そうか、右腕結構グロいことなっててんな、バレットな。このフェンスは蹴って倒せそう。ミーナ。あ、押すのか普通に。いや、泣けるよなさすがに。選択ミーナよ。行かないでくれ。うわ。
とはエアリスの母か。次は4番街スラム、4番街スラムです。お母さんがあれか、駅で。なんだっけ、イルファナじゃないわ、なんだっけ、エルミナやったっけ、なんだっけ、イアリスの母さん、イルファナや、ね、イファルナか。冒険してみない？何をするの？ここから出るの、出て外の空気を吸いに行くの。外の空気を吸ったらお母さんは元気になる？注射もしない？そうね、そうなれると思う。やった、けなげやな、うん、で、あれか、ん？拾うお母さん電車降りて、で今のエアリスのお母さんが、大丈夫？お母さん、ごめんね、冒険途中なのに。お母さん待っててね、お医者さん呼んでくる。誰？頑張って。もう今めっちゃ鳥肌立ってんもん。なんか。すごすぎて FF が。FF7 ってこんなにも深掘りされたら、こんなにも助けてください。ガキは家帰って寝てるわ。うん？大丈夫かい？大丈夫です。しっかりせんなやつは、この子。お医者さん知りませんか？うちは外れの方でね、この辺りの医者は知らないんだ。そうですか。よかったら詳しく。ありがとうございます。私お母さんのとこ戻ります。そうかい。お母さん
ごめんね。あ、死んだヘオル。今戻るからね。白マテリアや。え？悲しまないで。これからもあなたのそばにいるから。母さん、やだよ。冒険は？一緒に冒険するんだよね。あんた、大丈夫かい？この子を、エアリスを安全なところへ。ここを離れよう。嫌な予感がする。母さん、おい、いたぞ、こっちだ。お母さん、一人と息子が取り残されたクラウド。でもこうやって見たらさ、みんな誰かの死に直面してるよな。近しい人の。バレットもティファもユフィもエアリスも。レッドはあれか、死に直面したというか。でも、レッドはあれか、直面してないか、誰も。近しい人間に。空気重いって、ほんまに。あのね。死は命の一つの状態。死んで体が消えても命が消えるわけじゃない。ライフストリームに溶けて星を巡って新たな命を育む。今さらいいって。命は死んでも消えない。そんなの頭で分かってもお別れは悲しいよね。だから
星に帰るだけなんて、そんな風に言わないで。どんなに悲しい過去も、理不尽な出来事も、したこと、されたこと、過去を消すことはもうできない。でもね、これからのことは変えられる。悲しみや怒りは私たちを強くするけど、私たちを変えてしまう。本当の強さは違うと思う。それはいつも心にあって、柔らかくて壊れない。そう思うんだ。過去じゃなくて未来を思えば、私たちセフィロスより強くなれる。ずっと強く。話は終わったか？時間がない、急ごう。そうだね。いい話すぎる。なんかもう、ああもう、いやーすごい、もうほんまにすごい、ほんまにすごい、ほんまに。なんかこれ多分、これ僕子供やったら、小学生とかにこんなんやっても多分何も響かんかったと思うけど、大人になった今やからこそ、なんかすごい響くものがある。もうやばいわ、もう。